鹿児島港は、鹿児島県鹿児島市にある港湾。港湾法による重要港湾。高速法による特定港。港湾運送事業法による指定港湾。港湾管理者は、鹿児島県。鹿児島湾の中央部の薩摩半島側に位置しており、鹿児島市の南北、約20キロメートル範囲の7港区から構成される。2018年の港湾統計年報によれば、 自動車高層車両台数は約205万台であり、全国首位、船舶乗降人員は約626万人で、広島県の五福島港に次いで全国2位である。平安時代末期から鎌倉時代にかけて高月川の河口が港となっており、戦国時代には稲荷川の河口が港となった。1341年に島津貞久が、 東福寺城に居城を移したことにより発展し、江戸時代には鹿児島城下の港として琉球貿易や海外交易の基地となった。1919年には関税法上による開港指定を受け、南九州で最初の開港場となった。鹿児島湾の中央部の薩摩半島側に位置する。鹿児島市の南北約2 0トルに広がる港湾であり、 奈良港区から構成される。薩摩半島と桜島や大隅半島への交通路であるほか、奄美大島、沖縄などの南西諸島への重要な交通、物流拠点となっており、鹿児島県の県庁所在地である、鹿児島市の海の玄関口となっている。また、薩摩半島に位置する鹿児島港と鹿児島湾を挟んで東側に対する大隅半島との間を結ぶ。 フェリー航路が運航されている。桜島港との間を結ぶ桜島フェリー、垂水市の垂水港との間を結ぶ鴨も池、垂水フェリーは生活航路としての使命を果たしており、年間約731万人の旅客輸送を行っている。鹿児島港において取り扱われている貨物は、鹿児島県は畜産が盛んであることから飼料用の穀物や南方に 多数の離島を抱えていることから離島の生活関連物資が中心となっている。2020年3月現在、鹿児島港を発着する定期旅客航路は以下の通りである。桜島より見下ろす鹿児島港。写真中央が北ふ頭、その左隣が南ふ頭。鹿児島港を発着する定期航路は、鹿児島湾内を運航する桜島との間を結ぶ。 桜島フェリー、樽見市との間を結ぶ鴨池、樽見フェリーが就航しているほか、鹿児島県本土の南方に位置する離島である種ヶ島、薬島、奄美大島や沖縄、三島村、豊島村の各島への発着港となっている。また桜島フェリーは全国で唯一24時間運航を実施している。 中央港区のマリンポート鹿児島には大型観光船不当が整備されており、2019年には大型観光船が95回寄港した。鹿児島港を管轄する長崎税関鹿児島税関支所によって通関した2018年の輸出品目は、再輸出品、魚介類及び同調製品、金属港及びクズ、無機化合物、船舶類、輸入品目は原油及び、 素油、穀物及び同調製品、飼料、再輸入品、石油ガス類であった。以下の港税は特に記載がないものは2018年、現在の港湾統計年報のデータである。鹿児島港への入港船舶は下記の通りである。鹿児島港の船舶上個人員は以下の通りである。船舶上個人員は広島県の五福島港に次いで全国2位である。 鹿児島港の海上出入貨物のトン数は以下の通りである。平安時代末期から鎌倉時代にかけて光月川の河口に港があったとされ、戦国時代になると稲荷川の河口が鹿児島の港となった。鹿児島港が本格的に築行されるまでは稲荷川や光月川によって形成された中石地が広がっており、海岸線には草木が繁茂していたとされる。 港町としての発展は、広告2年、略王4年に、島津貞久が東福寺城を築城して以降と見られている。高山の麓が白地となっており、川口から滑川までの海岸に沿って人家が立ち並んで港町を形成していた。江戸時代初頭頃には、稲荷川の川口近くの田野浦付近が港として利用されていた。慶長7年に、 薩摩藩書大藩主、島津家久が、鹿児島城を築城した頃より、港の機能は、稲荷川川口から南下し鹿児島城の前方にある、前の浜が、港としての機能を有するようになった。昭法2年に新たに海岸の石垣の構築を、幕府に申請した。文政年間になり、鹿児島城下の住吉町から、築町にかけて、本格的な港としての整備が行われた。 江戸時代後期の文政、天保年間には、薬島、岸木、弁天派と、新派と、三五郎派となどの防波堤が、鹿児島の港を囲うように建設された。文政9年の記録によれば、鹿児島港の背景地にある、鹿児島城下の人口は72,350人で、あり、全国的に見ても大都市であった。1907年頃の鹿児島市街と鹿児島港、 明治時代になり、西南戦争が終戦すると、三菱会社や共同運輸会社の船が、鹿児島港に寄港するようになった。1884年には、大阪商船の船も寄港するようになり、大阪港との間を、神戸港、多土津港などを経由し結んだ。1878年には、鹿児島湾内を運航する小型の旅客機船の運航が始まり、 1883年には、種ヶ島、薬島に郵便改装を行うようになった。鹿児島港には、関税の手続きを行う官長が設置されておらず、海外からの貨物については、長崎港にて、関税手続きを行ってから、鹿児島港に、荷上げされていたが、百九十七年に、鹿児島税関監視所が設置され、鹿児島港で直接関税手続きが行えるように、 なった。1900年から1905年にかけて、鹿児島港の集築工事が行われ、この工事によって発生した土砂を利用して、大門口付近の海面、鹿児島駅付近の運河や堀を埋め立てて新たに陸地が拡張された。物上げは防波堤、浮き桟橋が整備されたことにより1500トン級の船舶の接岸が可能となった。このことにより、 公益は新調し1907年には、輸出額、輸入額が増加に転じた。明治時代後半には、沖縄や奄美大島との泡盛、黒砂糖などの取引や大阪方面との単物などの取引が、海上輸送を通じて行われた。1922年に指定公安に指定され、上海や大連、朝鮮半島への国際定期便航路が開設された。 1923年には2回目となる集築工事が行われ、須崎町から住吉町までの堀を埋め立て、港湾施設が建設された。1938年には、塩屋町の沖が埋め立てられさらに陸地が拡張された。1934年に、西桜島村が桜島の墓誠子港から鹿児島港を結ぶ航路の運航を開始した。 1935年には、全国で9番目、九州地方では、初となる、中央卸売市場として、鹿児島市中央卸売市場が、住吉町に開設された。中央卸売市場は後に1967年には、魚類市場を城南町に移転、1976年には、生果市場を東平家町に移転した。 1941年から1945年までの第二次世界大戦中の鹿児島港は軍事港として使用され、南港では大日本帝国海軍が軍港として整備を行っていたが建設途中に終戦を迎えた。戦時中の鹿児島港では軍事関係以外の貿易が行われず、終戦後の1945年には当時の日本を統治下に置いた。 連合国軍最高司令官総司令部が輸出入許可制を発令し、鹿児島港では少量の貿易が行われた。戦前の主要貿易先であったアジア大陸に代わり、アメリカ合衆国軍の統治下となった奄美大島や沖縄への貿易が鹿児島港にとって主軸となった。また、同時に鹿児島市の自治体警察である鹿児島市警察によって、 アメリカ合衆国軍統治下の北緯29度線以南の沖縄や奄美大島からの密航者や密輸入に対する取り締まりが行われた。1948年に5年にわたる鹿児島港の戦災復旧工事に着手し、1950年には鹿児島港と袴誠港との間にフェリーが就航した。1951年には港湾法による重要港湾に指定された。 昭和40年代以降、鹿児島港は南岸に沿って整備拡張が進められた。1967年に、奄美・沖縄航路専用の新航空が整備され、1974年には、四次郎ヶ浜に南海優先が垂水港との間にフェリー航路を開設した。1972年には、 鹿児島市郡元町に設置されていた鹿児島空港が、埴良郡溝辺町大座六に移転した。さらには1974年には、谷山港を発着するフェリーサンフラワーが就航し、鹿児島と大阪を結んでいたが、1986年から多客機のみ、鹿児島港に寄港し、通常は渋子港発着となった。また、 1987年には、鹿屋市の古高校との間を結ぶ高速船が就航。1989年には、種ヶ島、薬島との間を結ぶ高速船も就航した。2000年には、鹿児島市に本社を置く、日本ガスが液化天然ガスを運搬する専用船の母港を、鹿児島港とし、鹿児島港とインドネシアとの間に、液化天然ガス専用船を就航させた。 2014年には、博多港から鹿児島港、那覇港などを経て石垣島に至る航路であった琉球海運が運航する宮尾通が石垣島から台湾の高尾港に航路を延伸し、鹿児島港では初となる国際定期貨物航路となった。鹿児島港は南北約 20km の範囲の7港区から構成されている。 港区は、北から本港区、新港区、鴨池港区、中央港区、谷山はじめ区、谷山2区、浜平川港区がある。以下では、鹿児島港を構成する港区について詳述する。鹿児島港を構成する港区を示す、地図出港した、桜島フェリーの船上から望む本港桜島フェリー、不当桜島との間を結ぶ桜島フェリー、種ヶ島、 薬島との間を結ぶ種子薬航路沖縄との間を結ぶ沖縄航路豊島村及び三島村へのフェリーが発着している。埠頭は、小川埠頭、本港桜島フェリー埠頭、本港フェリー埠頭、北埠頭、南埠頭がある。江戸時代に琉球貿易が盛んとなり、鳩場の二役五眼を建設し利用したのが始まりと言われており、1907年に、 重要港湾に指定された。奄美大島、沖縄との間を結ぶ奄美沖縄航路の船が発着する。1959年から港湾需要の拡大に対処するために整備が行われ、岸壁や上屋が設置された。1968年には沖縄航路や奄美航路が本港区から移転した。2011年より旅客待合所の建て替え、ボーディングブリッジの設置、 埋め立てによる不当用地の造成、耐震強化岸壁の整備が実施され、2016年に整備が完了した。大隅半島のタルミ市との間を結ぶ鴨も池、タルミフェリーが発着する。1972年から鹿児島空港の跡地に建設された港であり、1975年にはフェリーの発着施設が完成した。マリンポート鹿児島の待合所である。 フレアイポート LPG や金属クズなどの貨物を取り扱っている。中央港区は旧木材港、旧南港、マリンポート鹿児島から構成される。旧木材港は1965年から木材を取り扱う港として整備が行われた。1965年には金属機械団地、製材団地に挟まれた水域には貯木場が整備された。旧南港は 新川の川口部に整備された港であり、第二次世界大戦中に大日本帝国海軍が港として整備を行っていたが建設途中に終戦を迎え、放棄されていた用地を鹿児島市が港として1五十三年から整備を実施した。マリンポート、鹿児島マリンポート鹿児島は中央港区の一部を構成する大型観光船が接岸できる岸壁を有する埋め立て地であり、 それまで谷山港区に入港していた観光客船の寄港地となった。港以外にも緑地空間が整備されており、2016年に一気に航空が完成しヘリポートや芝生広場、浸水広場が供用された。2019年には大型観光船が95回寄港した。海上における人命の安全のための国際条約に基づき、 マリンポート鹿児島の一部の区域が国際不当施設と国際水域施設に指定されている。臨海工業用地から発生する貨物を取り扱っている。1968年から1970年に造成された臨海工業用地に隣接して整備がなされた。1973年と1973年、1985年に 段階的に岸壁の供要が開始された。また、資料やセメントの施設があり、外交貨物や専用船が寄港する。貨物船も発着しており、奄美博多、沖縄、台湾への貨物フェリー航路が開設されている。海上における人命の安全のための国際条約に基づき、谷山はじめ区の一部区域が、制限区域、白地が、白地に指定されている。 臨海工業用地から発生する貨物を取り扱っている。また、種子薬航路のフェリーが発着するほか、沖縄への貨物フェリー航路がある。また、鹿児島港最大の臨海工業用地でもある。1971年に整備を開始し、1976年に、経流施設や不当、1980年には2区2号、上屋や不当、1992年には、 プレジャーボートスポット事業による小型船の浮き桟橋が整備された。会場における人命の安全のための国際条約に基づき、谷山2区の一部区域が制限区域、白地が白地に指定されている。1974年に、鹿児島臨海1号用地 B 区の用地、売買契約を石川島張間重工業と締結したが、1988年の 時点で陸上機械部門が置かれたのみでその他は有給地となっていた。2002年に撤退し、跡地は鹿児島7辻マメガソーラー発電所が建設され2013年に運転開始した時点では日本の太陽光発電所で最大の発電出力を有していた。ヨットやプレジャーボート、漁船の基地として利用されている。1968年に地方公安として 指定を受けたが、1972年に、鹿児島港の区域に含有されることとなった。また、鹿児島県によって、ヒューガはヨットハウスが設置されている。鹿児島急行施設新派と、鹿児島港に関連する施設として、下記の施設が文化財に指定されている。また、港本港の歴史的防波堤は2001年に、土木学会デザイン賞2001優秀賞を受賞した。 九州南部地方を管轄する海上保安庁第10管区海上保安本部の本部鹿児島港に関連する観光庁は以下の通りである。鹿児島港臨港道路鹿児島港の各好区間の港湾物流の円滑化と鹿児島港付近を通る国道225号や鹿児島県道217号郡本鹿児島港線の渋滞緩和を目的として 鹿児島港臨港道路の建設が進められており、1996年には、谷山はじめ区の南坂江一丁目と、中央港区の東平家町との間を結ぶ、谷山臨海大橋。2000年には、与次郎と、新港区の近光町との間を結ぶ、天保山シーサイド大橋。2014年には、薄木二丁目と東平家町との間を結ぶ、黎明港大橋が開通している。 また未完成区間である鴨池港区から中央、港区までを結ぶ鴨池中央港区線については2017年年度に事業化した。周辺の道路鹿児島港の沿岸を南北に結ぶ地域高規格道路鹿児島南北幹線道路の構想があるほか、鹿児島市の高速道路網の結節点である九州自動車道鹿児島インターチェンジから鹿児島港までを結ぶ 地域高規格道路鹿児島東西幹線道路の建設が予定されている。かつては国鉄鹿児島本線の貨物支線である通称鹿児島港線が1953年から1984年の支線廃止まで浜町の鹿児島駅から住吉町にあった鹿児島港駅までを連絡していた。トラック輸送の普及による利用源により路線が廃止され、 鹿児島港駅は1984年2月以降に廃止された。離島への物資輸送の使命を終え以降は、鹿児島駅での貨物の取り扱いとなった。熊本まで乗り入れている九州三高バス2009年2月1日より、それまで大黒町にあった伊豆路高速バスセンターを、奇襲店としていた高速バスが、本港区南不頭に乗り入れ、同ターミナルに設置された。 鹿児島本港バス停が奇襲点となった。ありがとうございます。